は、まずあらすじを見ます。であらすじ読んで、カテゴリーエラーじゃないかどうかチェックしてあります。たまにあるんですけれども、地方文学賞で千葉県を舞台に書いてくださいって言ってあるのに、千葉県が全然出てきいんん小説。これもカテゴリーエラーですよね。青春文学賞やのに、老人ホームの話書いてはったら、これカテゴリーエラーでも不作用ですよね。プルノ小説にエロシーの全然ない児童文学を投稿しはったら、これもカテゴリーエラーで不作用です。 そういうのをまずはじめにね、編集者をチェックして、不採用の箱に入れてしまわります。あのー、やっぱりね、一時選考下読みの人に回すと、下読みの人にお金が払わなあかんわけですね。経費節減のためです。で、選考委員、下読み、一時選考者は何をするかっていうと、あらすじをまず読むんですよ。あらすじを読んで、で、出力みたいなこと、お話の作りとかもね、あの、そういうのをチェックしてます。 これがね、文章力すっごいわかるんですよ。えっ、ー、とね、本当にたまたま今回の作品だけまぐれで面白かったんじゃなくて、その作家さんがしっかりとした国語句力を持ってはるっていうのがあらじでわかるんですよ。 例えばですね、あの、芥川主将作の AB3 号は横書きのひらがなの小説やったじゃないですか。そういう実験的なことしてあっても、あらすじがちゃんと漢字交じりで普通の文章で書かれてたら、あ、これわざとこういう文章で書いてあるやなっていうのがわかるんですよ。なのでですね、あらすじ大事なんで、あらすじしっかり書きましょう。あのね、あの、マシュマロにも同じような質問いただいたんですよ。 ミステリーのオチ、殺人しはったその犯人の名前まで書くべきか、それとも、あらすじのところはもうそこで犯人の名前を書かへん方がいいのか、どちらがいいでしょうみたいな質問やったんです。で、私はミステリーのうち犯人まで書いてくださいっていうふうにお願いしたんですけれども、多分この質問しはった人は、お家が分かってしまうと、先行委員つまらんの違うかな、あの、面白がらせたいのにっていうふうに思ってくれてあるんやと思うんですよ。 ただね、選考委員、あの、下読み一時選考者っていうのは読者さんではありません。ネタバレ、OK なんです。ネタバレしてて、そこに行き着くまでのエピソードのつながりとか、そういったやつをね、チェックしてますんで、安心してネタバレしてください。あらすじはね、面白く書く必要ないんですね。煽り文句も必要ないんですよ。お友達に見てもらって、わかりやすいって言われるような、 あらすじを書いてほしいんですよ。面白いのは小説の原稿方の方だけで大丈夫なんですよ。あの、プロになるとね、 プロットを書いて編集に OK をもらう必要があります。編集は企画会議であらすじプロットを出してですね。で、それで出版するかどうか決めるんですよ。でね、その企画書、プロットに必ず書かなあかんのがあらすじなんです。せやから応募頭の時だけやと軽く考えるんじゃなくって、プロになってからもずっと必要になる技術やと思ってあらすじに取り込んでいただいたらいいなと思います。 話の内容を説明するためなので、上手なあらすじっていうのは、簡潔にお話の内容を紹介したものなんですね。こういうふうな主人公がいて、こういう状況で、ところがある時こんなことが起こって、とうとうこうなってしまった。っていうのを書けばいいんですよ。これなんだかわかりますか気象転結、ストーリー構成なんですよ。それをね、素直に書いてくださったらそれでいいんです。 出版社はそれを見てカテゴリーエラーがないかチェックするし、下読みをそれを見て将来性、国語力を判断する手がかりになります。次、あらすじを書く方法、具体的な方法ですが、もうすでに作品が書き上がっている場合は、作品の記書を点結を書き出してほしいんです。400字という規定の書に応募されるっていうことでしたら、それならまず800字ぐらいあらすじを書き出すのがいいです。そして800字を400字に削ります。 なぜそうするのかっていうと、削ることで、この小説の説明に必要なものは何か、そのお話の確信は何かがはっきりするんですね。不要なもの、枝葉を取り除いて骨だけにしていく、茎だけにしていく作業になるんですね。簡潔さがより高い精度になるんですね。 あらすじの規定枚数ってね800字とかね400字とかねあの結構いろいろありますねたくさん書いていい書とかもありますそういうたくさん書いていい書でも規定より多い分量から始めて削っていってほしいですで気象点けストーリー構成が説明できてるかな大事なことちゃんと説明できてるかなそう考えながらねあのシェイブアップしていくとシャープなあらすじが書けますよ 小説を書き上げるのって大変な作業じゃないですか。締め切りに間に合うたし、傑作書けたし、嬉しいし、もう原稿見たくないし、で、だからもう書き上げてエンドマークを書いたらもう、送っちゃえみたいな感じで封筒に入れてポーンって送ったりとか、投稿フォームに添付して入力してポーンって送ったりとかしはるじゃないですか。気持ちはわかんねんけれども、ちょっと待ってほしいのす。 えっと、プロサッカーはね、編集者がいてね、担当編集者がいてね、ちょっと待て、って言ってくれはるんですよ。で、1回とか2回とか書き直して、何回も書き直して本になってるんですよ。でもね、アマチュアの方っていうか今投稿されてる方は、苦労して書いたからこそ、最後の一手間をかけて、あの、しょうもないことで、成績が落ちるようなことをなくしてほしいなと思ってます。言いたいことは4つあります。そのうち1つ目。 15. 二重表現を直してほしい。えっとね、あの、読み返してほしいんですよ。それでね、頭痛が痛いとか、馬から落馬した。これね、15とか、十弦とか、二重表現とか言うんですが、日本語としては NG なんですよ。なのでですね、原稿を見ながらですね、もう一度書き直していってほしいですね。それからもう二つ目。辞書を引いてほしい。辞書です。理由は二つあります。理由の一つ目は、方言。 知らずにね、方言を使ってる場合があるんですよ。奈良県民はね、恐ろしいって言うんですけれども、恐ろしいの意味とちゃうんですよ。めんどくさいな意味なんですよ。私、あの、京都生まれで千葉に引っ越して、それから奈良に引っ越してきたんですけれども、わかりませんでした。意味が違うんで、小説をご読させてしまうんですね。で、こういうね、知らずに思い込んでる方言って結構あるんで、辞書を引いてほしい。 辞書引くと出てきます。ほんまです。ちょっと面倒に思えるかもしれへんけれども、辞書引くっていうだけでだいぶね、あの、変わってきます。あともう一つ理由の2なんですが、語字語用をチェックしてほしいんですよ。で、間違えて思い込んでる語字性語っていうのが絶対あるんですよ。例えばこういう文章ですけれども、アルスは腰の剣を抜き、スライムの土発点をついた。これね、 アルス、勇者のアルスがですね、スライムの頭頂部を剣でついてやっつけたっていう、あのスライム雑魚やで、みたいな図やねんけど、ドハツ発点をつくっていうのは髪の毛が逆立つほど怒ってはる様子なんですよ。せやから、スライムが威嚇してる図になってしもって、スライムの方がむっちゃ強くなるんですよ。アルス弱くなっちゃうんですよ。勇者のにね。 こういうね、間違いっていうか勘違い、思い込みっていうのは絶対あるんで、その思い込みをですね、辞書を引くことによって直すことができますので、辞書を引いてほしいなぁ思います。私は辞書搭載のワープロソフトを使ってます。あの、一太郎なんですけれども、文章を打つために辞書が出てくるんで、辞書の見ながらね、間違いのないようにして書いてます。それで、最後の一手間、三つ目。主人公の名前が出てきてるのか、チェックしてほしいんです。 いや、主人公の名前でそれは普通書くやろ、若月って思わはるかもしれへんけれども、あの、一人称で書いてある人ですね。あの、俺はとか私はとかで書いてある人っていうのは、主人公の名前がね、最後まで読んでも一回も出てきんひんかったっていうのがあるんですよ。これね、俺は私はで書くとどうしても自分の名前って出てこないじゃないですか。書いてる本人は主人公の名前なんてわかってるんですよ。でも読者から言わすと、名前もわからへん主人公ってあんまり魅力的に感じないんですよね。 名前って結構大事ですよ本当に4つ目最後ですがノンブルを振って欲しいんですノンブルっていうのはページ数のことですあのワードを私最近使い始めてびっくりしたんですがワードって初期状態だとページ番号出ないんですよねでフッタをクリックしてページの設定せえへんかったらページ番号出ないじゃないですかそれでねあのページ番号なしで投稿される方がたまにあるんですけれども これね、ページ番号なしやとそんなことが起こりますよ。あの、応募規約っていうのがあるんですが、応募規約にも、ノンブルを振るようにって書いてると思います。えっとね、私、下読みしてた時に大失敗してしまったことがあってね、これほんまに申し訳なかったなぁ思うんですけれども、あの、読んでて、原稿をね、落としちゃったんですよ。そしたらダブルクリップがね、ポロンと弾けてね、原稿がばらけたんですよ。 で、その原稿にね、ノンブルー振ってなかったんで、ページ番号振ってなかったんで、元通りに揃えることができなかったんですよ。あ、おなってしもて、どないしよう思って、編集者に電話したら、あ、いいです、若月先生。もうそのまま、あの、不採用の箱に入れておいてください。って。え、でもかわいそうっていうか、気の毒じゃないですか、せっかく書かはったのにって言ったら、あの、利用規約で、ノンブルーを振るようにって言ってるんで、そういう事故はたまに起こるんで、あの、ノンブるを振らへんかったおばしゃさんの方が悪いんですよ。 イファって、はあぁそうですかー言って不作用の箱に入れたんですよしょうもないことでしょう本当にちょっとしたことじゃないですかこのちょっとしたことでもしかしたら最終選考残って賞を取ってあったかもしれへんかった作家さんがあの一次選考で落選になってしまってたかもしれませんそういうねそんなことって絶対起こるんですよなので規約の通りに出してほしいですね <music> とね、私、あのー、下読みを結構長いことしてました。5年ぐらい下読みしてました。下読みっていうのは一時選考者のことね。一時選考者っていうのは、レーベルの新人賞を取った作家が頼まれることが多いんですよ。まだ、デビューしたてでそんなに時間経ってへん時。なのでですね、新人賞受賞作家は結構下読みしてはると思います。だから私だけ、まあ、偉いわけじゃないねんけれども、下読みしてた時には気がつかへんかったんけれども、 今してるんですけれども添削を始めて気がついたんですけれども一時先行者に回されずに落ちてる小説っていうのが結構多いんちゃうか実はその後ですねちょっと編集者にも聞いてみたんですがあります。1割ですよ1割で、ね、審査されずに落ちてるっていう結構1割って多いですね なんでね、そういうことしはんのか、審査されずに落ちるなんて、編集部いけずやなぁと思うはるかもしれへんけれども、なんでそういう編集部、そういういけずなことしはんのかっていうとね、下読みね、お金かかるんですよ。私がデビュー当時の時は、2000円もらってました。今はね、4000円ぐらいになってるそうなんです。下読みね、お金かかるしね、経費節減ですわ。これはもう、読むまでもなく、落選やなぁ。うちとこのレーベル、ライトナベリアのに、これ、ポルノ小説送ってきはったわ。 あこれあかんわっていう風なやつはですね、やっぱり審査対象外になるんですよ。えっと、ゴミ箱に捨てられます。データもやっぱりその、クリックしてポイッとゴミ箱に捨てられます。でね、どんな作品が審査されるのに落ちてるのか、どんな作品が審査される前に落ちてるのか、ちょっとね、あの、いくつか紹介していきたいと思います。一つ目、枚数オーバー。ワープロソフトで、うん、4セン 原稿用紙10枚、これで OK! 思って投稿しはったら、それね、落ちます。なんでかっていうと、あのね、小説っていうのは、開業の輪と空白の文字があるじゃないですか。行分けしたりとかもするじゃないですか。そしたらね、字数が1枚の原稿用紙の中に320字ぐらいしか入らないのです。そうするとね、やっぱり原稿用紙10枚、4センチ、原稿用紙10枚やったぞ。投稿、ブー。<laughs> えっと、あの、枚数オーバーになってしまうんですよ。それからね、ワープロソフトでね、枚数オーバーね、なんていうのか、ワープロソフトの字数、字数が出るやつで枚数オーバーになってしまうっていうのは、すごいなんか悲しいので、必ず20字20行で原稿用紙に設定して、それでね、枚数確認してから投稿するようにしてください。 で、まあ、関連の、こういうコメントも来ましたね。現行枚数に関する質問です、いうことで、ネットから応募できる新人賞、電撃文庫の対象に応募して、それでちゃんと設定を確認して応募したけれども、後で見たら、最後のところに改行がいくつかあって、もう一度ワードに変換すると、枚数オーバーになってました、っていうやつなんですが、これは規約違反なんやろうかどうでしょうか、っていう質問が来たんですね。審査するのは電撃なんで、私はちょっと 軽々しいいことと言えへんねんねね、けれどもそういう、ね、変換するあんよあとね、文字化けっていうのもありますよ。あの、常用漢字じゃない漢字を入力しはったら、文字が化けてしまって、文字化けってわかりますか文字がですね、クエスチョンマークになっちゃうんですよ。そういうのもね、やっぱり読みにくいしね、ちょっとね、あの、そういうのもちょっと確認してほしいなと思います。その2、 略歴。あのね、応募のところに略歴をつけるところあります。略歴書いてくださいってあるんですよ。で略歴のところにね、病歴を書かはる方がいらっしゃるんですよ。何年何月にどういう病院に入院して、何年何月に退院して、で、何年何月にどういう病気を発症してってね、それを書いてはるんです。ただ、やっぱり、落選します。 だってその、投稿っていうのは今から仕事したいんです。御社で仕事させてくださいっていう PR じゃないですか。せやのに、私病気ばっかりしてるんですって言って採用してもらえるかなって言うと、やっぱりちょっと難しいんちゃうかなと思います。で、経歴のところ、略歴のところにはですね、アピールできること、PR できることを書いてほしいんですよ。特別な職業、えっ、ー、とですね、私皇族なんですとかね、タレントですとか、あと、 せやな、ビジネスものかはにやったら、金融業とか、正直不動産みたいな話書いてんねん、今、みたいな感じで。不動産屋の職業についてます。とか、医療のテーマ、お医者さん。そんなやったらね、すごいいいと思うんですよ。せやけどね、病例企画のやめてくださいね、ほんまにね。特別にこう、売りになるもんがないにやったら、ほんまに完月にね。私の場合やったら、近畿大学通信課程、卒業、現在分一必 次に応募歴。これね、落選歴を書かはる方が言いはるんですよ。で、それで私、ちょっと言ったことがあるんですよ。こんなん書かへん方がいいですよ。マイナスになりますよ。でも、応募歴っていうのは、落選も含めて応募だから、書か,かなあかんの違いますかっていうふうに質問が来て、それはちょっと、編集部の側の罠にはまってるで、思ったんですね。<laughs> あの、なんでかっていうとですね、えっ、ー、とね、例えばですけれども、初めての投稿で、二次選考通過っていうのと、 一時先行、落選ばっかり、二十個ほど書き連ねてあって、一個だけ一時先行とかっていうふうなやつがあったら、どっち取りますかあの、マイナスになるんですよ。やっぱりね、あのー、落選歴はあんまり書かへん方がいいと思います。書くにあったら、2年以内の最終先行通過だけ。2時とか3時とか1時とか、特に1時で落ちたなんて全然書く必要ないんですよ。応募歴なしでいいです。なしにしましょう。なんでかっていうとですね、 新人賞っていうのは、すごい上手い人を取るんじゃなくて、伸びしろっていうか、今から活躍してくれはりそうな人を取る賞なんですよ。せからですね、編集部としてはですね、アま五段の将棋歴10年っていう人よりですね、将棋歴1ヶ月、アま五級の方がですね、優勝賞に見えちゃうんですよ。それがね、編集の考え方なんですね。正直に何でも書くのがいいことじゃないですよ。ほんまに。もうね、一時選考通過ばっかり書くより、応募歴なしにしとく方がよっぽどいいです。 その4、カテゴリーエラ。えっとね、フランス書院に児童文学を送ってもあかんし、児童文学にフランス書院を送ってもあかんのですよ。だってね、あらすじでね、やっぱりその、判断できるやないですか。あらすじなんで書かせるか言ったら、あらすじを初めに読んでね、編集がですね、これは、うちとこのジャンルに合ってへんなこれはうちとこのジャンルに合ってるなーっていうのをまず判断してあるんですよ。あらすじっていうのは、就職活動の履歴書、志望動機みたいなもんです。これほんまに大事です。あらすじしっかり書いてくださいね。 関連コメントでこういうコメントいただいたんですが、おごき役は面倒くさくて読まない人もいるかもしれませんが、目を皿のようにして読んだ方が良いと思っています。最低限のルールですしね。本当にその通りなんですよ。その後、あらすじであおらない。あらすじね、公害。公害をつけてくださいって言うじゃないですか。公害ね、あらすじはあらいすじ道なんです。 小説の内容を最初から最後までまとめたものなんですね。でね、選考委員をあおってきはる方いはるんですよ。さて、二人の運命は、物語の結末は本編で確認してください。そんなこと書いてきはるんですね。<laughs> えっとね、内容が判断できひんから落とされますよ、これ。それ言うとよく質問が来るのか、推理小説の犯人とか、ネタバレも書くんですか っていうふうに言わはるんですけれども、ネタバレ、やっぱり書いてほしいですね。その6、締め切り守ろう。締め切り、その編集に聞いた時に、編集者に聞いた時に、締め切り後に送られてくる小説っていうのは、やっぱり、いくつかあるって言ってありました。新人賞っていうのは、出版社からすると、これから先ね、一緒に仕事をするパートナー探しなんですよ。しやのに、この締め切り、約束守れへんっていうのは、やっぱりちょっと、ちょっと仕事をしにくいかなって編集の側思わはります。 余裕を持ってですね、ギリギリはやめましょう。さっきもあのギリギリの枚数で書いてしもて、なんかオーバーしてしまったっていうのがあったけど、ほんま、やっぱりね、余裕を持った方がいいです。で、特にですね、ネットから応募しはる方、ネットでウェブ応募っていうやつは、締め切り間際になると、応募が殺到してしまって、それで、どうしてもね、時間内に送れない、なかなかアクセスしづらいっていう風なことも起こるみたいですね。せやからね、余裕を持ちましょう。 えっと、こういうコメントもいただいてます。受験を忘れたり、時計を忘れたりする受験者。絶 で、各会場一人いますからね。まあまさに僕がセンター本番で時計忘れたんですけどって書いてありました。あるあるですね、本当に。あの、私もね、ちょっと失敗したことがあってねあ。あの、情報処理試験の模擬テストを受けに行ったんですよ。それでですね、私、あの、みんなが歩く方向に向かってついて行ったらね、それがですね、全く別の模擬テストやったんですよ。地図確認してくれって感じやな、ほんまに。 ほんまね、審査されずに落ちるっていうのが一番もったいない思うんですよ。まさかね、そんなことないと思ってはる方、契約いかんで落ちはる方って、本当にね、あの、そういう方いはりますよ。いやー、若月そんなアホなこと言ってはるけど、そんなことはないわーって思ってわははーって笑ってはる人ね、結構あなたですよ、あなた。いや、自分やんっていうふうなことならへんように気をつけてくださいね。 読者の書きたいものと読者の読みたいは違いますよっていう話です。それはまあ自分の伝えたいことと読者の求めてはるもん、求めてはるもんって違うしな、どっちを書くのが正解なんやろか、とか思うはったかもしれへんけど、伝えたいテーマとか、そんな大きな話じゃなくて、ついやってしまう手癖っちゅうか、つい好きで書いてしまうこと、それって、ほんまに読者を楽しませてんのって、ちょっと考えてほしいなっていう話なんですね。 例えばですね、具体的に、なんて言えばいいのかな、理系の人やと思うねんけれども、なんかやっ、 ししたらね詳しくね詳く説説明しはる小書かマニュアル読んでるっていうか取扱説明書読んでる気分になるんですよ。取説の好きな人って違反ねんと思うんですけど私は取説読まないんですよ。だって取説つまらんじゃないですか。読まへん読まへん人は全然読まへんです。でもね、あの理系の人って取説説明がすごい好きで説明を言うのが好きで説明読むのも好きで説明を聞かせるのも好きでみたいな 感じでとバーっとー説明書いてきはるんですよ自分の小説は説明が細かいことが売りなんやし説明が好きな人だけ読んでくれはったらええわと思うはるかもしれへんけれどもそれやったら取説が苦手な読者 私みたいなマニュアルに苦手な読者さんをですね、逃がすことになりますよ。趣味で関わるやったらそれでいいと思うんです。しやけど投稿して賞を取って商業でデビューしたいなと思ってはんにやったら、最初からお客さんが逃げるような小説は出版社の方かて出版支払いのちゃうかなと思うんですよね。僕は説明するの大好きやね。 でも読者さんが説明を読むのが好きとは限らないんですよね。そこでね、ちょっと考えてほしいんですけれども、説明を書きそうになったら、これってね、読者さんにとって楽しいことなんかなって考えてみてください。えっとね、ストーリーがね、説明の間止まってます。そうなるとね、ストーリーの進みが遅くなります。やっぱり説明はほどほどにしましょう。なんかでも、そういうね、 あの好きなものを書いてしまうっていうのはですね、特にアマチュアの方はやりがちなんですよね。 新人賞ね、結構私一時選考者長いことしてたんですけれども、結構その説明多い小説多いですよ、ほんま。あとね、似たようなエピソードがどうしても集まるんやけれども、男性の主人公がヒロインを罵倒するとヒロインが主人公を好きになるとかね、男性の主人公がヒロインを説教するとヒロインが反省するとか、男性の主人公がヒロインを怒鳴りつけるとヒロインが泣いて謝るとかね、なんか多いんです、これ。いや、ほんまに多いです。 一人だけちゃいます。たくさんあります。40代後半とか、50代以上やとか、60代の方に多いのかな女性の作家さんにはあんまりないんやけれども、男性の方はこの説教好きなんですよね。めっちゃ多いんですよね、本当。男の人っていうのは女に説教して女が反省するっていうシチュエーションがすっごい好きなんやと思うんですよね。 説教して反省させて気持ちええっていうのは男の人のまあ本能みたいな感じで、う分、ん、からいでもないんですよ。でもね、あの、それがですね、例えばポルノ小説みたいに男性しか読まへん小説やったらいいんですけれども、ライトヌベルって男性も女性も読みますやん一般小説って男性も女性も読みますやん 説教をいっぱい書くと、女性の読者としては気分悪いんですよ。パワハラ受けてる気分になるんですよね。説教されたり怒鳴られたりとか、罵られたりとかって、それでヒロインが反省するとかっていうシーンを読んでると、結構女性の読者としてはきついんですよね。最近は、その、そういうのあかんっていう風な感じの風潮になってるじゃないですか。で、なんで、 この説教シーンを書きた、書こうとしてんのかなちょっと考えてほしいんです。好きやからつい書いてしまうんであって、読者さんは好きなのかなって考えてみてください。あの、読者さんってね、あの、ほんまにね、バカにできません。作者がなんでこういうことを書いたんやろって見透かしてきますよ。ほんま見透かされます。でね、そうするとですね、 この作者は他人さんに選ぶのが好きな人なんやなとか他人を怒鳴りつけて反省させるのが気持ちいいと思って犯んのやなって想像するしこの作者さん嫌いやなとかこの作者さんだけは絶対読まんとこうとかやっぱり女性の人はそう思ってしまうんですよ作品が読まれないだけじゃなくて作者そのもの自分のことそのものまでこいつ嫌いって思われたらかなんと思うんですよねほんま一度よく考えてみてほしいんですよねこのの説教の っってて。本当に必要ななんかなって好きやから癖でついつい書いてしもて気持ちよくなって反応違いますかそれはちょっとやめときましょう。であのここまで喋ったらあの説教って別に悪ないやんとか思うはる方いらっしゃると思うんですよ。金八先生とかスクールオーズとかあとせやなえっとジャコショウ先生も説教してありますよね。でもなちょっと考えてほしいんやけれども。 あの、金八先生は生徒のために奔走しはるし、スクールウォーズの剣士先生は生徒と一緒に泥まみれになってはるし、ワンワン泣いてはるし、せやから撤去が感動したんちゃうかなと思うんですよね。金八先生とかスクールウォーズとか、昭和の今から50年ぐらい前ちゃいますかえ、何年ぐらい前なんの ?40、50年近く前ですよね。昔ね、あの、スポコンとか学園の先生、先生ものっていうの ですかねあの、そういうのがすごい流行ってたんですよ。あの、熱血っていうのもね、熱血指導っていうのもね、あ流行ってて、あの、今は、その、熱血とかっていうのは暑苦しいっていうふうに思われてる、今ではね、どっちかっていうと、クールなキャラクターが主流になってますよね。もしやんにゃったら、一工夫いるわけですよね。説教シーン、年配男性の方、特に書きがちです。ちょっと意識してみてください。選ぶ方としては、 また説教やでっていう風になってしまうので、それはちょっとやめときましょう。えっ、ー、と、今、年配の男性の話したんですけれども、年配の女性の話もしたいです。 女性全般かもしれへんけれども、女性の作品でついやっちゃってるのが、他人の礼儀作法とかマナーとか、非常識を咎める感じのやつ。今やとサバサバ女がどうのこうのっていうのが、自称サバサバ女の漫画とかがそれですよね。なんか、読んでる人がこう、眉をしかめる感じのやつ、それをこう、やっつけるみたいなんが結構流行るじゃないですか。男性 説教好き女性のマナーを尖めるやつ多いですよ。これはなんとなくでも私は気持ちわかります。自分がね、普段ね、嫌やなと思ってて、でも口にできんことを小説にして、読者さんにそやそやって共感してもらいたいんですよ。気持ちいいんやと思うんです。スッとすると思うんですよ。我慢せなあかんこと多いじゃないですか。つい書いてしまうっていうか、なんていうのかな、しおしゅうとめさん目線って言うんですかね。小じゅうとって言うんですか。小じゅうと根性って言うんですかね。女性向きやとね、 夫の悪いところとか、ダメな彼氏の悪口、あと、会社の心身がムカついて非常識でとか、そういうのいっぱいね、ありますね。特にあの、ウェブ漫画で結構多いですよね。で、売れてますよね、これ。女って悪口好きなんですよ。 でもね、あの、これもね、説教シーンと同じで考えてみてほしいんですよ。これを女性のそういうジャンルとして読ませるにあったら、それはそれできいやねんけれども、一般小説とか乙女系とか、あの、少女小説とかで、こういうシーンを書くと、読者さんはですね、なんか嫌なヒロインやなぁ、お衆とすめさんやなぁ、で、あげくね、この作者ヒステリア、思わはるんですよ。 ほんまにね、あの、一緒に共感してくれてはるジャンルがあるから、そっちやったらいいと思うんですよね。あの、だから、ウェブ漫画の原作とかやったらオッケーやと思うんですよ。もっと言ってやれスカッとするわーみたいな感じになると思うんですけれども、お姑さん根性っていうのは、読者を不愉快な気持ちにさせてしまいます。特にね、男性読者は、女の人の、そういう、姑と根性みたいな、大嫌いです。あの、ほんまですごい嫌がるんですよね、男の人。そういう、小姑根性みたいな、こう、なんていうのか、 私の持ち方をどうのこうの言ってるようなやつ。あれね、もう本当にね、男の人嫌がります。でね、ついやってしまうんですけれども、女の人はちょっと気をつけてほしいです。これね、応募作品結構あるんですよ。ほんまね、なんか、またこれか、いうぐらいね、説教してるやつとか、シュート小ジューととか、アドリケの <laughs> 説明ばっかりとか、ほんま多いんですよ <laughs>。 だから、そういうのをちょっと気をつけていただくだけで、またこれかーって、一時先行者に思われずに済みますで。そういうのは削ってね、作品にとって本当に大事なこと、ストーリーの展開を早めてほしいし、えっ、ー、と、描写にね、もっと力使ってほしいし、そういうのにね、ページ使ってほしいです。なんか好きでーって、 つい書いてしまう。気持ちいいから書いてしまう。でも、それが読者さんを楽しませることになるとは限りません。ま、あ人間やから好き嫌いはあって、当然で、書いてて気持ちいいものを書きたいっていう気持ちもわかるんやけれども、ちょっと気をつけてほしいな。えっとね、これ一生懸命言ってても、多分、ふーん、そういう人もいんねんなとか思ってて、でも、そう、ふーん、そういう人もいんねんな思ってる視聴者さんの小説見たら、多分その、シュート名とか、シュート小獣と、根性とか、理系の説明とか、 <laughs> お説教とかね書いてる人いますよ絶対。小説新人賞のゼロ次選考の話をしたいと思います。 0時選考って何やって思うはると思うんですよ新人賞って一次選考二次選考三次選考最終選考ってあるわけじゃないですかでもね実はですね編集者が一次選考者にあのまあ、下読みって言うんですけれども一次選考者に渡す小説渡さない小説あらかじめ折り分けてるんですよ応募規約違反とか マイスオーバー締め切り後に来た小説あとカテゴリーエラーですね恋愛小説の新人賞にデスゲームを送ってもこれは無理ですこれは採用されませんそういうのはねあらかじめチェックして弾いてしまうはるんですね私編集者に聞いたんですよそしたらねどんな新人賞でもやっぱり1割か2割ぐらいはカテゴリーエラーがあるそうなんですよでねなんでこういう話をしてるかっていうとね実はですねこういう例があります 第10巻早川 SF コンテスト大賞受賞作、標本作家、この作者、この方ね、実はですね同じ小説を3回投稿して、3回ともうち実践校通らなかったそうです。ちょっとすごいない 3回とも一時選考通らへんかったこの方多分ゼロ次選考で落ちてるんだと思う早川 SF コンテストで大賞受賞ですよあのね大賞受賞する小説であってもカテゴリーエラーを起こすとゼロ次選考で落とされるの一次選考通らないのこの小川先生という方はですね個人のスキルを売買するインターネットサイトがあるのですがそこで小説の感想を書いて送りますというサービスの人たちに送って 読んでみてもらったら、その中のお二人がですね、早川書房に応募すればいいんじゃないですかって言わったんですよ。で、あ、そうか、早川 SF コンテストに応募しよっかっていう風になって、で、早川 SF コンテストに応募したら、それが受賞っていうことなんですね。大賞受賞です。で、しかも、1回目の応募から一文字も書いてないっていうことなんです。 結構ねあのこういうことってほんまに起こ,起こってるんだと思うんですよ一時選考も通らなかったでも私の小説はすごいと思う。 そういう人はですね、本当にそういう、この、あの、隙間とかここならで頼まはって思うんですけれども、そういうサービスで聞かはってもいいし、で、あの私も添削してるので、私みたいな添削サービスやってる人らに聞いてもいい、お友達に聞いてもいい、で、それでですね、なんで落ちたのかなっていうふうに考え直さはった、それが本当に良かったんだと思います。本当、カテゴリーエラーするとね、もう全然あかんので、皆さんね、やっぱりね、まずですね、0時線を通過する。 それを、ね、目的に頑張ってほしいです質問いただきました「ロマンス・ファンタジー新人賞」第2回アイルス異世界ファンタジー大賞に応募しました他にどんな作品が応募されてるのかなと検索したところ疑問が発生しました応募規定には他の公募に応募していない18歳未満閲覧禁止作品ではない全年齢向け とありましたが応募作品のほとんどが複数応募 R18 で今回の公募のために書いた作品ではなく前々から連載している作品に応募タグをつけている方が多いのに驚きました前からの作品であることは応募者の気持ちの問題だと思うのですが 公募規定を守る気がないように感じました皆様引っかかったらラッキー的な気持ちで応募規定は読まないのでしょうか応募規定を守っている自分の方が間違ってるような錯覚まで発生してしまっています投稿サイトでは普通のことなのでしょうか YouTube のテーマに取り上げていただけるとありがたいですということでしたこれね私ね えちょっと待って第2回アイリス異世界ファンタジー大賞ってなんか聞いたことあるけど何やったっけと思って見てみたら私も短編書いて応募した賞でした。<laughs> え、そうなん知らんかった全然。で、それでですね、あの、あんばってて、応募作品、タグで検索して見てみたんですが、確かに、このね、質問者さんの質問されてる通りでした。えっとね、R15 がついてるやつも多かったし、他に応募しているっていうタグがついてるやつも結構多かった。でね、あの、なんか本当に R15 がついてなくて、それでその、このタグ1個だけしかついてないやつっていうのは、えっと、どっちかっていうと少ない感じがしました。確かに ここの方の方おっっししゃってるととが正しいと思い思ます数を数えたわけじゃないけどねこの質問者さんのおっしゃってる通りでしたでねそれでねちょっと1個ずつあの質問に答えていきたいんですけれどもえー、っとね多分やけどこのタグがいくつもついてるっていうのは前の応募のタグをそのままつけたまんまでやってはるんちゃうかなと思いますでもこれはねやっぱり二重投稿になるのでそういうやつはね読まはらへんと思います審査対象外です R18 禁止やのにについては R15 ね念のためにつけてるだけって。 っていううのもあると思うね小説家になろうって結構厳しいじゃないですかだから本当になんかちょっとでもそういうシーンがあるとアカウントがバンされてしまうっていうんですか赤バンっていうんですか何かされてしまうっていうん、ね、で R15 念のためにつけてあるっていうのも考えられると思いますでね R15 はね OK だと思うんですよこの章の目的はノコターに載せてるやつあのガチなエロはやめてねっていうことだと思うんで R15 は OK だと思いますでそれからねあの前に出したやつをもう ペン再使用してるっていうかこの賞のために書き下ろしてるわけじゃない応募も結構あるっていうことやけれどもそれはね私 OK だと思うんですよこの賞であかんでも次の別の賞では受賞するっていうことはザラにあるんですよ先行って結構ねレーベルの好みみたいなのが反映されますなのでそれは構わないと思うんですよえっとこの質問で問題になるのは応募タグがいくつも付いてるやつですねこれは二重投稿になって不採用になります 不採用いいうか先行されないですね,でねあの応募規約違反のやつが多いということで心配してはるんですねでこの方はちゃんと応募規約を読んで応募規約を守ろうとしていらっしゃるそれ大変素晴らしいことなんですあのすごくね素晴らしいと思います私規約を私は守れ守れって言うんですけれどもなんで応募規約守らなあかんのかちょっとその辺のことをね言いたいと思いますえっとねあの以前ね編集者に聞いた時 編集者が言ってたんですけれども新人賞の応募規約違反は1割ほど1割から多い時で2割ぐらいは応募規約違反があるそうです。 応募規約違反っていうのは原稿用紙縦書きじゃなくて横書きで印刷していたりとか原稿用紙に印刷しないでねって言ってるのに原稿用紙ワードだと原稿用紙にすることができるじゃないですかでそれで原稿用紙で印刷してある人とかあと締め切りからだいぶ過ぎてから送ってきはった人そういう人たちは応募規約違反です 特にに締め切りに過ぎてしまうとゴミ箱行きですね例えば5000作応募があるとしますそしたらそのうち500作から1000作500から1000ぐらいの間はですね一時選考にも通らず小説も読まれず不作用になっちゃうゴミ箱に入ってしまうんですねで編集者にじゃあ応募規約についてもうちょっと詳しく書くとかちょっとなんか注意をしてあげるとかそういうことはしないんですかみたいなことを聞いたんですよそしたらね編集者側 こういう風に言いました。新人賞というのは応募総数が多ければ多いほどいいんですよ。なんでかというと応募総数1万の中のトップっていう方が応募総数30作の中のトップっていうよりずっといいじゃないですか。 応募ソース1万の中から選ばれたたった一つ選ばれた最高の小説がデビューしはるんですよっていう方が PR 効果がつくじゃないですかせやから応募規約違反で落ちる作品は本当にもう編集者にとってないものなんですよ応募ソースに貢献してくれてるからむしろたくさんあってもそれはそれで構わないむしろ嬉しいそれが編集者の本音ですでね応募規約を守れないあの応募規約を読まない ような相手と仕事をすするのはしんんどいんですね編集者からしても、えっとね、編集者からすると仕事の相手じゃないですか修正指示 A のところを直してくださいって言って B のところを直してきはって「はい直しましたよ」っていうふうな作家さんやとちょっとやりにくいんですよやっぱり、ね。発注以来ちゃんとやってる締め切りいついつまでですよって言ってその締め切りをすごく過ぎてしまう人っていうのはやっぱり編集者としては仕事したくないなと思うんです。 それはこう仕事してはる人やったらアルバイトとかされたことのある人やとわかると思うんですよだからね応募規約はちゃんと守ってほしいんですよせっかく書いた作品がね勝負の土俵に曲がらないっていうのはプロサッカーになりたくて応募してるんやったらほんまにもったいないと思うんです私でウェブでの応募はねあのおそらくもっと違反の割合多いと思いますだってタグをつけたら応募できるわけじゃないですかあの新しく書き下ろすんじゃなくて本当に前から書いてて 全然ポイント取れうん,かったんでももったいないから応募しようみたいな方結構多いと思うんですよでそれでもいいんですよ全然それでも受賞する小説は受賞しますしでも前に応募した分のタグさえ消さへんっていうのはやっぱり良くないですねそういう応募規約違反ウェブの新人賞ってたくさん本当に応募総数多いですけれどもちゃんとね応募規約守ってる前の賞に タグつけて応募して新しい賞に応募するときに前のタグがついたまんまっていう風な人たち結構多いんじゃないかな応募総数2000とかあったらほんまに編集者が読むのは半分ぐらいになるのかもしれんいやちゃんと数えたわけじゃないですし私がちょっとざっと見た感じの検索してみた感じの私の感触ですこれはねちょっとね良くないっていうかもったいないですね質問者さんは規約を守ってる私が間違えてるのかな っって心配になったそそうですすがその気持ち分かりますだって他の人がみんなルール違反で私だけルール守ってたらなんかルール違反してる方が本当なのかなっていう風な気分になりますよねすっごいわかります手間がかからず応募できるじゃないですかだからダメ元で応募しちゃうっていうのはすごい気持ちわかるんです私も私もねアイリス新人賞に応募するときうーん日刊中にこれ表紙入りもしてへんしあかんなーでも新人書 やってるスタグ入れとこうもしかしたらうまくいけるかもしれへんし、みたいなノリでしたから、<laughs> ほんまに、あの、ほんとね、ダメ元でっていう心理は働きやすいんですよ。あの、簡単に応募できる賞ほど、なんていうのかな、応募規約守らない人が増えてきます。だってすごい一生懸命書かなあかん賞やと、応募規約、やっぱり真剣に読むからね。でもね、ウェブ応募やから、規約守らなくてよいっていうことにはならないんですよ。守らなければですね、応募ソースの小屋子になって、応募ソース何万 何,人のあの何千人の中の一番何々賞受賞っていう人の PR のネタになるだけ肥料になるだけなんですよそれからねウェブからの投稿投稿小説サイトで応募する皆さんね気をつけてくださいねあのほんま応募規約のページって文字ばっかりでほんまに読むでもよう分からへんしタグつけとけばいいんでしょうあとなんかもうええやーって読まずに投稿してはる人やると思うんですよせいけあかんよこれほんまに ま私もねマニュアルとか読むの好きじゃないんですよ気持ち分かるけれどもねこれは読みましょうで分かりにくいところはね自分でね、分かりやすい言い方に直してみたらいいと思うよだって小説家ってやっぱりその、分かりやすく伝えることが大事じゃないですか小説家になろうとしてある皆さんはその応募規約を分かりやすく伝えるっていうふなそういう工夫してほしいな自分に対してね でね、もう一個だけちょっと言っときたいねんけれども、もう武器役もっと簡単に書いてくれたらええやんと思うはると思います。せやけどね、プロになったらね、指示がわかりにくい編集者って言い張るんですよ。いやほんまこの人何言ってはるかわからへんわ <laughs>、みたいな編集者いるんですよ。あのね、編集者にも色々いますほんまに。ね、そういう編集者とうまいことやりとりするのも作家のね、仕事のうちなんですよ。作家っていうのはね、小説書くのがうまいだけやと生きていけへんのです。 編集者とうまいことやり取りして、こいつ何言ってんのかわけわからんほんまに言うこと次々次々変わるしっていうふうな編集者とでもうまいこと聞き取りをして編集者の言いたいことをちゃんと聞き取って、で、それでですね、あの未熟な編集者は作家がね、うまいこと編集者を誘導してあげなあかんのです。私ほんまそう思うもん。 いや若月それはあんたベテランやからそういう思うだけやろうと思う方見張ると思うけれどもほんまよほんま人間同士の仕事やからねうまいことやっていきましょう編集者一人納得させへんで編集者一人うまいこと動かせへんで読者さんたくさんの読者さんをね感動させることできませんよだからね作家になるんやって思ったはにあったら大ぶき役読むのもねほんまにね大事なことなんでちゃんと読むようにしましょうこの質問者さんはほんまね頑張って あの木役も呼んでやってくれてはって偉いな思いますそういう人からデビューしていくんや思いますよ私。 中村うさぎ先生がエッセイをまた改めて出さはるので、それでインタビュー記事がネットに出たんですね。ね私中村うさぎ先生のファンやったから、結構か懐かしくなって嬉しく読んだんやけれども、で、今の裏の部について中村うさぎ先生がちょっと憂えてはるっていうのか、なんていうのかな、あの、ちょっと気になるな、同じようなことばっかりやな、っていうふうなことを言ってはるんですね。これがね、ちょっとツイッターでバズってまして、で、ちょっと読みますね。 あの中村ウサギラノメ黎明期から様変わり異世界転生反乱に勝つラテンプレ小説ばかり書いてて恥ずかしくないのかなあの全体読めは中村先生がなんていうのか今のラノメに対して ライトネベルに対して熱い思いを持ってらっしゃるっていうのがすごくわかるんですよ。えっ、ー、とね、中村先生、ライトネベルの最終選考したことがあって、で、最終選考をしてたら、結構、いけずな選考委員とかがいて、大御所作家は5、6ページしか読みに採点しちゃってたりするとか。で、それでね、もう新人賞っていうのは結構審査員がいい加減。だから、こんなんで戦外とか言われたら新人賞が、新人がかわいそうやし、新人賞システムが良くない、デビューのチャンス奪われた人が無数にいたと思う。せ もう小説家になろうは読者が選ぶわけやから私はこれこそが新人発掘の理想だと思ったの新人賞で審査員に見出されず埋もれていた才能が正当に評価されるチャンスじゃないかと期待していましたところが蓋を開けてみたら新人が周りの評価ばかり気にしてテンプレみたいな小説しか書かなくなってしまいましたとても残念ですって言ってはるんですねでそこで同じような小説家いてて恥ずかしくないのかなと思っちゃうね 私がデビューした時は周りと違う自分にしか書けないものを書こうと思っていたわけそれなりにプライドもあったと思うし これは俺しか書けねえだろう、みたいな作品が強いと言われていましたからね。えっとね、これね、すごく気になる意見やなと思ったんですよ。中村先生ね、いきなりライトネベルが売れたから、一冊目でいきなりドンと売れたんですよ。なので、普通にその、ライトネベルの新人賞だと新人が一時選考するんですが、その一時選考したことっていうのがないようなんですね。で、一時選考を読むとしてたらわかるんやけれども、同じような小説すっごい すごい多いいですよいやほんまに <laughs> あのでね作家ってね書く方としては小説家になりたい人っていうのはテンプレが好きなんですよテンプレを書きたいんですよ今売れてるものと同じものを書きたいんですよでね読む方としても 今売れてでものよねであの昔っからそういうねそのテンプレを好む人っていうのがいたんやけれどもあの今もネット社会で小説家になろうみたいなランキング形式で分かるものが出てきたことによってテンプレテンプレが好きやっていうのがすごいテンプレだらけみたいに見えてしまうテンプレだらけなのを可視化されちゃったんだと思うんです。 でも私の感触とすれば昔からテンプレはみんな好きでしたテンプレってほんまみんな好きなんですよみんな好きだからテンプレなんですよ私がデビューした時は周りと違う自分にしか書けないものを書こうと思っていたわけそれなりにプライドもあったと思うしこれは俺にしか書けねえだろうみたいな作品が強いと言われてましたからねこれその通りなんですねただね何ていうのかこれも怖い意見で 私にしか書けない小説を書こうとして、全然新人賞に引っかからない方っていうのはやっぱりいます。一人よがりになりすぎる方。で、中村先生これができたのは、もともとね、あのゲームライター、その前はコピーライターされててゲームライターされてた。で、あのそういったことを知ってらっしゃったから、それができたんですね。なので、中村先生はテンプレが、 なんていうのかテンプレに対していろいろ言ってはるけれども私テンプレ悪くないと思うんですよテンプレ書いていいと思うんですよでもねテンプレだけじゃダメなんですテンプレにプラスしてやっぱりその何かが必要でその何かっていうのは作家の個性だと思うんですよね私が思うのは一番強いのはフォーマットを守ってその中でも自分なりの個性を出していく小説が勝ち抜けるんじゃないかなと思う 中村先生の極校く君は確かに逆張りをしはったけれどもそれでもちゃんとファンタジーのテンプレをね抑えた上で書いてありましたなんでそれができたかっていうとゲームライターでゲームの方がファンタジーはその先行してたからなんですよなので私はテンプレは悪くないと思うテンプレさらに自分の個性何を乗せていくかが大事なんですよ私自身も実はですねジョーナルポルノの女王だって言われて美少女文庫で一番たくさん増殺をかけた作家なんですなんで私が売れて たたかっっていうとでで私エロライターだったんですねテンプレを理解した上でさらに自分の個性を足したからだと思ってます中村先生ももともとコピーライター上がりでゲームライター上がり攻略ライター上がりでテンプレを理解した上で個性を足したから肩はったんやと思うんですよだからまずテンプレを理解することでもテンプレ通りじゃなくってそのテンプラにさらに何かを足していくこと それがですね、勝ち抜けるコツじゃないのかなと思ってます。売れる人っていうのはそ,のそういう世界なんやと思う。なので私は、テンプレは大事。 テンプレは理解するべき。でもさらに個性は必要だと思ってます。これね、あの、今、ツイッターですっごいバズってて、賛否両論になってて、読者さんはね、その通りやと思ってはる方も言いはるし、作家さんはちょっと、そんな今頑張ってる作家に対してそんなこと言わないでよみたいなこと言ってはる方も言いはるし、いろいろいらっしゃるんですが、私の立場からテンプレについて話してみました。 この使い回しについて紹介したいと思います使い回しっていうのはどこかの章で落選した小説を他の章に応募することですけれども あの、これね、なんか、前にも質問があったんですよ。使い回し、若月先生は一時選考してた時に、使い回しの原稿を読んだことがありますか使い回しの原稿についてどう思いますかあと、それから、えっと、ブラックリストがあるってほんまですかみたいな質問をもらったこともあります。でですね、私の体験と、それから、応募規約で、あのー、そういうふうに言われる一時選考の先生とか言われますよね。なんで、一時選考の先生がそういうふうに言われるのか、そういったこととかね。 あと、法律的なことについてもお話ししたいと思います。えっとね、私の体験ですけれども、私は一時選考してた時、五年ぐらいしてたんですけれども、同じ原稿を読んだことはありませんでした。と私の時は多分やけれども、300通ぐらい応募があって、一時選考者を10人ぐらいと確保してあったんちゃうかなと思います。っていうのは、私に送られてきた原稿が30通ほどやったからです。 で、あの、私は読んだことなかったんですね。でそれから、私がデビューした時の体験ですけれども、私は新人賞を3つ取ってます。そのうち、幻討者とフランス書院で受賞したやつに関しては、現康の使い回しみたいなもんでした。っていうのはですね、あの、私初め小説を投稿して、採用しますのままで、2年ぐらいほったらかされたんですよ。で、 それで、あの、結局、配下になったので、フランス賞に投稿したら、それが、まあ、大賞受賞っていうことだったんですね。で、あの、その小説自体は、増刷はかからなかったけれども、その後、あの、立ち上がった、美少女文庫で、ずっと書いてるし、評価としては悪くなかったんじゃないかなと思います。現当者の方も似たような感じで、他のところで依頼されて書いて、結局本が出なかった。 っていう体験をして、それを検討者に投稿したら、それが特別賞受賞っていう形になって、まあ、あの、受賞作ということもあったんやと思うんですけど、たくさん吸ってもらえて、創作も2回かかったんで、あの、賞味3万ぐらいになったんですよ。結構売れた方やと思います。でね、私、後でですね、編集に実はあれ、あかんかった。採用はされたけれども、本にならへんかった小説やったんですよ、って言ったら、あの、編集長が、アハ,ハハと笑って、 そんなんどうでもいいですよ。あの、売れるか売れないか、えー、それだけが気になってるんで、そんなんどうでもいいですよ。<laughs> どこで落ちたかなんてそんなん気にしてませんよ、僕らは、とか、っていうふうな言い方をしはりまして、あ、そんなもんなんかと思ったんですよ。 えっと、次に法律関係のことをちょっと言いたいんですけれども、えー、っとね、あの、どこかで落選した小説をまた改めて送ることは問題ありません。あの、問題があるのは二重投稿なんです。えー、っとね、二重投稿っていうのは、えー、っとね、同じ作品を同時期に他のコンテストに応募することで、これはね、著作権法上の問題が出てきます。なんでかっていうとね、あの、出版権っていう権利があるんですよ。出版権っていうのはですね、一者存続なんですよ。 だから同時に受賞したら、その出版権どっちが使うのっていう形になって、トラブルが起こっちゃうんですね。なので、二重投稿はやめてね。これはルールです。でね、電撃の先人賞の応募規約ちょっとね、紹介したいんですが、電撃の先人賞にはこういうふうに書いてあります。同じ作品を同時期に他のコンテストに応募すること。二重投稿。他のコンテストに入賞実績のある作品を応募することは禁止させていただきます。ってはっきり書いてあります。 これは、あの、出版権の問題です。でね、電撃の新人書最近ね、あの、改めて改正されて詳しくなってるんですけれども、これね、ちょっと皆さん気づいてるかどうかわからへんので、私ちょっと読ませていただきます。Q&A のところなんですが、落選した作品は他の賞に応募してもいいのでしょうか回答、他の賞にご応募いただいたり、営利目的に利用していただいても構いません。 ただし、選考中に同じ作品を別の賞に応募することは、二重応募で規約違反となります。で、もう一つですね。あの、電撃のもう一つ、Q、Q&A。これ聞いてくれはったら、皆さんの疑問も荒れると思います。過去の電撃対象で落選した作品をもう一度応募してもいいのでしょうかあるいは開校すれば問題ないのでしょうか 作成した作品を開墾の上、ご応募いただくことは問題ありません。手直しせずにそのままの状態での再度のご応募については恐縮ですが、お控えいただければと思います。 あの、電撃の受賞作で86ありますよね。86は本人が明かしてありますけれども、はじめ投稿した時一時選考と落ちて、それをラストを書き直して、再度投稿したら大賞受賞。しかも売れて、アニメ化もされて、今、ま、あの、なんていうのか、電撃のドル箱になってるっていう作品があります。これは開口しはったんですね。だから、良かったわけなんですね。 もう一つ電撃の応募規約 Q&A のところから紹介します。他の小説賞で落選した作品を応募することは可能でしょうか。まずは先に応募した賞の応募要項などをご確認いただき、応募作についての著作権、出版権などの書権利が主催する出版社に帰属しないか確かめてください。著作権と出版権がクリアしてたら問題ありませんって言ってあるんですね。 初見に問題がないようであれば、その作品をご応募いただくことは問題ありません。えっとね、電撃は問題ないってはっきり言ってます。じゃあ、どうして、あの、一時選考してる先生方が怒らはるのか、それについて紹介したいんですけれども、あの前にちょっと、 ええと、一時選考してある先生が、使い回しは人気に戻るとかって書いて、ちょっと炎上したっていうか、騒ぎがありましたよね。その時に、あの、その一時選考の先生は、はっきり書いてあったんですけれども、あの、どう書いてあったかっていうと、こう書いてあったんですよ。犯人が変わるほど開校してあったら、使い回しは OK だけれども、その宅家さんは、その投稿者さんは、全く同じ原稿を送ってきた。これは人気に戻るって、そういう風に書いてはったんですよ。 ですから、開講して、書き直して、投稿することに関しては、選考委員の先生方の感触としても全然問題はないわけなんですよ。えー、でも、あの、あかんって書いてある、あの、再投稿は不利になるとかっていう人いはるいうふうに書いてあるし、あの、選考委員が、その、なんか、ブラックリストを作ってるんじゃないかって思うんですけど、どうなんですかみたいなふうに思うはると思います。えっ、ー、とですね、あのー、それはコンプライアンス違反です。 あのね、えっ、ー、と、例えばですね、小説スバル新人賞には、応募された方の個人情報は現状に管理し、本賞以外の目的に利用することはありません。って、はっきり書いてあります。 進撃の新人賞にも本応募要項は日本国法に準拠し、日本国法に従って解釈されるものとします。と、昔出版業界は割とゆるゆるだったんですけれども、最近はですね。コンプライアンス、あの法的な部分もきっちり守ろうっていう風うな形にシフトしてきています。なので個人情報。 誰々がどこどこに応募して、どういうのを原稿したとか、原稿を応募したとかっていう風な個人情報を勝手にね、使うっていうのは、出版社の側ではやってないです。もしもそういうことを選考委員がしてたとしたら、それは出版社の方から選考委員に対して苦情が来る内容だと思います。なのでこれは都市伝説です。なんでこういうことを私が言うかっていうとですね、 通信添削私してるんですけれども、通信添削の中にですね、どこどこに投稿して、あの、34回。 一時選考落選して、ですけれどもその一時選考は全部私は使い回しをせずに投稿してますっていうふうなことを、なんていうのか略歴のところに書いてきはった方がいらっしゃるんですよ。ねえ、その方すっごい真面目な方で、そういったその、えっ、ー、と、情報収集とかも一生懸命してはるんやと思うんですけれども、えっ、ー、と、ちょっと単純に考えてほしいんですけれども、例えば、えっ、ー、とですね、行政書士の事務所にですね、あの、行政書士の補助者として雇ってほしいんですよ。僕は34回 行政書士の試験を受けて、あの34回とも落選しました。けれども、あの毎回必ずクリーンな状態で受けてます。って言わはったら、あのそれはちょっと不採用になるんちゃうかな。そういう。 書かなくてもいいことを書いて、不採用になってる。あの、多分これ、読まれずに不採用になってます。応募規約に余計なことを書くとですね、編集者の側でですね、あらかじめ弾いてしまって、一時選考者の方に渡さないんですよ。一枚も読まれずに不採用になります。で、そういうね、つまらないところで、つまずいて、なかなかデビューできずに貼る方っていうのは、私すごい悲しいっていうか、そういう、あの、私はね、たくさんの人にデビューしてもらって、あの、出版業界に賑やかになったらいいな、 と思ってるしあの私はどれどれはわしを育てたって偉そばりたいなとか思ってるんですよじゃあのにそんなしょうもないところでつまずいたはる方がいはったら私ちょっと悲しいなと思うんですよ使い回しがダークなことみたいな イメージを持ってらっしゃる方いらっしゃるかもしれませんが、あの、電撃の新人賞の応募規約読んでみてください。電撃の新人賞の Q&A 読んでみてください。それからもう一度、著作権、出版権についての知識、もう一度ですね、あの、読んでみてください。今はコンプライアンスを出版社も守ってます。出版社信じてください。でですね、と皆さんね、あの、できたらつまらんミスをせえへんようにしてほしいなと思います。 私の通信添削ですごい短時間でデビューしはった方は投稿してそれで1行か2行ほどのその批評をもらってその批評が納得できないというかわからなかったからあのこれについて読んでほしいっていうふうに私にと依頼された方だったんですよ。ねあの私はそのなんていうのか翻訳する形でアドバイスをさせていただいてでそれを元にですね新しい小説を書いて応募されてそれでデビューされました。 フラントーアクトですよ。改善せんならあかんのですよ。落ちた。で、落ちたっていう、その、評価が出たわけじゃないですか。評価の内容を考えて、改善してください。改善です。いいですかで、その改善を反映させて小説を書き直すなり、全く新しい小説に反映するなりして、短時間でデビューするようにいたしましょう。あの、私、皆さん応援してます。 あの私も頑張ってます。でですね、あのー、皆さんと一緒に頑張って、出版業界盛り上げていきましょう。っていうか、私、業界のことなんてあんまり考えてへんねんけれども、ちょっと、まあ、ほんまに皆さん私、応援してますからね、頑張りましょうね、ほんまに皆さん。私も頑張ってます。ほんなんね、では、さよなら、お疲れ様です。